えっ、ー、とですね、今年入ってから、YouTube にシーソーだけで生放映を出して、しばらく何もしてないので、出してから説明せ一切、なし。今日は、少しそういうのを仕事から、シーソーの応用法、どういうふうに練習すれば、あるいは、まあ、そのシーソーについて、どういう方とどういう関係ある、いつでも小さな前に、必ず基本ある。どっちにしても、肩の手腕、練習しながらその技を一つ一つ覚える。終わったら、肘の切り、どっちにしても、小さな入る前の切り、肩終わったら、その後のチート、入る前の、まあ当然いろいろある。まず男子、いわゆる、まあ、誰にも全然わかる。そういうのは練習、一番最初かな。ね、外側と内側。で、これは内側。で、今度は逆。力入れない。当然、右、下に同じ、一度は足に両方。で、終わったら、うん、はい。いろんなパターン。これわかんないと、今度、両手使うときにいろいろ変わっちゃうから。当然、これも、ね、いわゆる、ラプスを、先にタンスを、で、こういうふうにすることができないと、まず片方、今度片方って両方、で、同時にだ。当然いろんなパターンをこうしたり、ね、こう練習したり。で、こうから、繰り返し文化、まずどういうふうに応用するか、一番大事。まずそれを分からないと、当然、二人で戦うことは分からない。で、右側に、左側に、上、下、どっちにしても入るのか。ある程度、コントロール、どういうふうに入るか。ね。で、こういうふうに。で当然これと同じだよ。ね、同じでしょ。ただこうこうなってる。一番後ろ。あるいは、はい、外側は内側。同じだから。そうすると今度は両手。片方まずできないと両手当然できない。どちらにしてもこれは、要するに、チーズが入る前の一番段階の基本。それ終わってから、ある程度練習できたら、今度、両手で、まずで、ね、一番最初から、大体みんな、はい、チーズをすると、ね、そのままこう。こうやる、もうほとんど、まあ、どこの通り。最初から。で、これ、ソンチーっていう。ダブルスティック。で、今度は同じように。これもいろいろ基準ある。
で、これまず、外側、内側、外側、内側、ある程度できたら、一番最初、本当は、一人でいいです。団地終わったら、まずこれ、短所だけ。まずその動きわかんない。ぐる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 って。内側したり、今度、外側したり。ぐる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 。まずその食感、どういうふうに感じる、相手の情報、伝わってくる、どういうふうに自分を受ける、自分が出した情報、相手はどういうふうに受ける、まず、で、また気になる。で、今度、両方内側。力いらない。